DB11 はイギリスの自動車メーカーであるアストン・マーティンが製造しているクーペまたはドロップヘッドクーペタイプのスポーツカーである DB9 の後継車種として2016年3月のジュネーブモーターショーでデビューアストン・マーティンが2015年に発表した中期計画セカンドセンチュリープランに基づいて開発された最初のモデルでダイムラーと技術提携を締結してから 初めて発表したモデルでもある。発売前から1400台以上のオーダーを受け、2016年9月28日に正式に生産を開始した。同年12月までの生産台数は1019台を記録している。日本での価格は2363から2768.6万円。右ハンドルと左ハンドルが選択できる。エクステリアは アストン・マーティンのチーフデザイナーであるマレクライクマンが担当。アストン・マーティンの伝統であるロングノーズ、ショートキャビンを受け継ぎつつも大型グリルやクラムシェル型ボンネットといった新たなアイデンティティを取り入れた。さらに前後のオーバーハングを切り詰めることでボディライン周りの曲線美を自然に表現している。ボディタイプは当初にドアクーペのみだったが2017年6月に オープンカー仕様のボランテが追加された。エンジンは当初5.2リットル V 型12気筒エンジンのみのラインナップだったが2017年6月よりメルセデス AMG 製の4.0リットル V 型8気筒エンジンが追加。いずれもツインターボ下級でアストン・マーティン史上初のターボエンジンである。組み合わせられるトランスミッションは ZF 製の八速 AT のみで MT の設定はない。ありがとうございます。